こんにちは、テニス部です。まずは私たちのテニス部の練習風景を映した動画をご覧ください。私たちテニス部の魅力は、なんといっても充実した練習環境です。東洋大姫路には、兵庫県の中学校の中でも珍しく、人工芝のコートであるオムニコートが3面もあり、水曜日にはこのコートで練習できます。また、それ以外の練習日には、学校と同じオムニコートのある学校近くの主所テニスコートに行って練習します。グラウンドにネットを置き、クレーコートという土のコートに見立てて練習することもあります。このようにいろんなコートで練習できるのがテニス部の一番の魅力です。そんなテニス部は現在男子7名、女子4名で活動しています。練習は毎週月、水、土にありますが、夏休みや補習期間中にも毎日のように練習があります。活動回数は本校の部活動の中でも多い分類に入るでしょう。どの練習も厳しいものばかりです。しかし、しんどいことや苦しいことを通じて手に入れられるものは、他の部活動では得ることのできない格別なものです。日頃の練習の成果を発揮できるのが、テニスの大会です。姫路市内で開催される市民大会はもちろんのこと、1年間に何度もある大会に加え、団体戦にも出場します。勝利した時の喜びは特別です。また、長期休暇中にも練習があるので、ついつい怠けがちな長期休暇中も生活リズムを保つことができます。テニス未経験だから、厳しい練習についていけるか不安という人もいるかもしれませんが、安心してください。テニス部に所属している人の多くが、実はテニス未経験者でした。私たちができるようになるまで、丁寧にアドバイスします。香港のテニス部は、大半の公立中学校とは異なり、硬式テニスなので、大人になってからも地域のテニスクラブで気軽に続けることができます。中学3年間だけにとどまらず、その先まで見通したスポーツをやりたい人や、厳しい練習を通して心を磨きたい人、私学ならではの綺麗なコートで部活動に取り組みたい人は、ぜひテニス部に入ってください。